免疫力を高める食べ物をお伝えします。あなたはこんなこと思ったことないですか？今新型コロナウイルスの影響で、一旦落ち着いたとはいえ、まだまだ、秋冬第2波3波が来ると言われていますよね。そんな時に、そもそもなんでそのウイルスにかかる人、かからない人、またかかって重症化する人、しない人、この違いは何だろうって思ったことないですか？よくこう年齢だとかね、高齢者の方がかかりやすいとか、こう持病を持っているとかかりやすいってあると思うんですけれども、それはじゃあなぜかということなんです。それはもうズバリ、免疫力が低い方がウイルスにかかりやすいということなんですね。ですから逆に言えば、あなたのその免疫力が高ければ、そもそもそのウイルスにはかからない、かかりにくいですよね。またたとえかかってしまったとしても、軽症でこう済むということになるんです。なので、もういかにこの免疫力を高めていくかということが、ウイルスに負けない体をこう作ることにつながるということになるんですね。で、今からこの動画を通じて伝えるお話は、あなたのその免疫力を高める食べ物があるんです。その内容について今からお伝えしていきますね。今回のそのトピックはですね、免疫機能をアップする食材なんですね。それは第7の栄養素と言われるファイトケミカルを多く含んでいる食べ物を取ってあげることなんです。で、今回のですね、その特化したお話はこのファイトケミカルなんですけれども、誤解のないように今お伝えいたしますが、ファイトケミカルだけですね、取ればいいんだというお話ではないんですよ。バランスの取れた食事のうちの一つがファイトケミカルなんです。なので、別の動画でですね、そもそもその免疫を高めるための免疫細胞をこう作る材料はタンパク質なんですよってお話をしているので、もちろんタンパク質を取ることも大事、プラスそのできた免疫細胞がですね、元気に働いてくれないと困るわけです。その働くために必要なものがこのファイトケミカルなんです。ですから、免疫細胞を作る材料がタンパク質、それを取りながら、その作ったその細胞が元気にですね、働いてくれるための食材を今からご紹介していきたいと思います。このファイトケミカルを取ることで、そのあなたの免疫細胞をですね、どんどん活性化することができるわけなんです。で、ここで覚えやすいんですけれども、色のついた食べ物で覚えていきましょう。4つあります。黒、赤、黄色、緑です。じゃあ一つ一ついきましょうね。まず黒っぽい食べ物はアントシアニンが多く含まれているファイトケミカルの食品。もうパッとねお分かりになると思いますが、ナスだとかブルーベリー、ああいったこう濃い紫色の綺麗なね色の食べ物はアントシアニンがたっぷり入ってますから、ファイトケミカルが取れるんです。では2つ目、赤色の食べ物、リコピンが含まれているもの、もう代表はやっぱトマトであったりスイカですよね。今から夏も来ますし、もうこれがもう旬の、お野菜フルーツになりますから楽しみですよね。私も大好きです。では3つ目、黄色い色の食べ物、ベータカロテンですね。これはかぼちゃであったり人参であったり、黄色オレンジ色、もうこの色も綺麗ですよね。こういった色の食材を食べていくこと。そして4つ目は緑です。グルタチオンが含まれている、青っぽい食べ物、キャベツであったりアスパラガスであったりですよね。この2つもこのファイトケミカルが豊富に含まれておりますので、もうこれを1、2、3、4、この色をですね、こうバランスよく取ることが大事なんです。例えばキャベツがいいって聞いてキャベツばっかりだと、ダメなわけですね。ポイントはバランスよくです。私も今日はそうだ、何色が入ってるかなってこう娘の朝のお弁当をこうチェックする時にも使ったりしますし、トータル考えて、ああ今日はまだ黒色食べてないから、今日はそうだ夜は麻婆茄子にしようとかですね、そういったその日々の、バランスよく取るための、
チェックリストにもなると思いますので、ぜひぜひこの色と食べ物を覚えていただいて、1日全部取れたかなっていうこのチェックに使ってみてください。そうすることであなたの免疫細胞がどんどん活性化されて、こういったウイルスに負けない免疫力の高い体を作っていくことができるんです。さあ、いかがだったでしょうか。実はこの食材ですね、私が別の動画でもお伝えしております、あのファスティングをする時の、まあ、準備食であったり回復食であったり、そういった時ももちろん使えます。大切な食材です。でこのファスティング、ご興味ある方は詳細欄に LINE のリンクを貼っております。そちらからご登録後、直接ご相談皆様されていらっしゃいますので、必要な方は遠慮なく、私までメッセージをください。そして、このお話ですね、あなたとそして大切なご家族のため、周りの方々のためにどんどんシェアして差し上げてくださいね。またこのお話が役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。